産食材で簡単クッキング、藤沢ご飯。こんにちは、内村舞香です。小林恵子です。今回はほうれん草たっぷりヘルシーなベジ餃子を作っていきます。ほうれん草がたっぷり入るんですか？はい、今回は餃子の具とタレ両方にほうれん草を使ってとってもヘルシーな餃子を作っていきます。1月の食材は藤沢さんのほうれん草を使います。今回はほうれん草たっぷりの餃子です。材料4人分はご覧の通りとなります。さあ、主役のほうれん草はしっかり根元の部分まできれいに処理をして洗ってあります。はい、では早速このほうれん草を茹でていきます。はい、今回はタレに使うほうれん草も一緒に茹でます。はい、根元の部分からですね。はい、茹で時間の目安はどれぐらいですか？だいたい全体が浸かって30秒ほど茹でます。はい、水にあげてよく絞っておきます。ほうれん草どうしましょう？はい、みじん切りにしていきます。はい、この時にタレに使うほうれん草一束も別に分けてみじん切りにしていきます。もやしはみじん切りに、生姜は皮をむいてみじん切りにします。次に餃子の種を作っていきます。みじん切りにしたほうれん草を入れます。ほうれん草たっぷり入りますね。はい、それからもやしを入れます。はい、そして生姜、入れます。調味料入れます。はい、ごま油、オイスターソースです。醤油と酒です。それからお塩は全量入りますね。はい、胡椒を加えよく揉み込みます。次は具材を包んでいきます。はい、このね、餃子を作るときって具材作りがちょっと楽しいですよね。はい、おしゃべりしながらね。あ、結構たっぷり入れてみた。これほうれん草たっぷりなので女性も嬉しいですね。はい、今回はニラもニンニクも使っていないので匂いを気にせず食べていただけると思います。よくフライパンを熱して、ごま油を敷いていきます。はい、並べていきます。はい、餃子を並べたら1分焼いていきます。1分経ったらお湯を加えます。お湯を入れていきます。おー、結構。蓋をします。はい、このまま5分蒸し焼きにしていきます。では焼いている間にタレを作りましょうか。はい、はい、ではまず醤油を入れます。はい、そこに先ほどみじん切りにしたほうれん草を入れます。そしてこれはお酢です。酢とラー油です。はい、すりごまです。でごま油入れます。よく混ぜ合わせます。さあ、焼き上がりましたかね。はい、はい、どうでしょうか。おお、いい焼き色つきましたね。はい、はい、わー、カリカリに焼き上がりましたね。これでほうれん草たっぷりヘルシーなベジ餃子の完成です。うん、本当に具材にもタレにもたっぷりほうれん草使われてますね。はい、今回はほうれん草の入ったタレにつけて召し上がってください。ほうれん草の風味豊かなヘルシー餃子、お試しください。